Spanish and freedom. そんなに嬉しいっすか？もちろん。あんなに家族として認められたから。それに私、新しい目標ができたんだ。アンナを守ること、そしてアンナの病気を治す方法も見つけるの。アンナを守る簡単な方法があるっすよ。アンナと一緒にここで暮らしましょう。ブラックショー、急にどうしたの？彼女がここにいればもうララク地域に用がなくなるっすよね。やめとく。え？アンナの家にミイラとの思い出がたくさん残ってるみたいだから。だからアンナは家を離れないはずだよ。私はミイラじゃないから。ショックだったっすか？ちょっとね。でもむしろ良かったと思う。考えてみたけど、私ミイラの代わりになりたかったみたい。でもアンナは私自身を認めてくれたから。いい心持ちっすね。そうっすよ、ご主人様は誰かの代わりじゃないっす。ご主人様はミイロと比べ物にならないくらい偉大な存在っすから。偉大なパイベリー様。ブラックジョーにそんな褒められると気持ち悪いんだけど。ひひ覚えてないっすか？最初に僕を捕まえた時に偉大なパイベリー様って3回叫ばせたこと。そうだったね。これからもたくさん叫んでね。でもご主人様、やっぱりララク地域を出入りし続けるのは危険っすよ。言いたいことはわかるよ。とんでもなく強い勇士がいるってことに気づいたから。はい、クラウンと戦った時に偶然真の加護が発動したから良かったものの。そうじゃなければ私はあの場で死んでたと思う。でも真の加護って私が使ってるアラーの弓は偽物なの？正確に言うとその弓は加護を呼ぶ鍵っす。鍵で戦ってたの？アルアの魔力が強すぎるあまり、鍵でさえも相当の威力があるってことっす。アルアの魔力は大きすぎて、アルア自身の中にも収めきれないほどだったらしいっす。だからアルアは空に自分の魔力を散らばせておいて、必要な時に落雷として使ってたっす。収めきれないくらいだなんて。でも私はアルア様みたいに落雷を自由には使えないよね。お？ひょっとしたら今偶然ではありましたが、クラウンとの戦いで真の加護が発動したのがその証拠っす。アスランに会うっす。アスラン？あ、アルア神殿の守護動物。アスランもアルアの力を授かった存在っすから、雷の扱い方も知ってるはずっす。よし、アンナを守るにはもっと力が必要だから。雷さえ使えるようになればクラウンに再会しても怖くないよね。So anyway, for now, is
worry. ました。Not over here. Okay. At the front. あれ、勇士たちがこの島に何の用？愚かな人間ども、ズタズタに引き裂いてやる。守護動物は泉の戦争後に消えたはずじゃ。あんたたちは下がってすぐ追いかけるから。隊長、こんなところで引き下がるために調査団に志願したわけではありません。そうですよ、行方不明になった仲間たちを見つけるまでは絶対に引き下がれません。奈落の奴らとは違うね。寂しいこと言わないでくださいよ、隊長。確かに、あんたたちはこういう危険な状況でもついてきてくれたんだよね。痕跡にもならないのに。やっほー、アスラン。魔女。魔女まで。ちょっとお願いがあってきたの。話は勇士たちを召してから。隙を見て撤退するよ。
リビア様、果敢に立ち向かいましょう。冷静に考えて、私たちの戦力ではライオンと魔女を同時に相手できないの。関係ありませんよ。我々は命を懸ける準備ができています。いや、命を懸けるべきことは別にあったでしょ。ここで私たちがやられたら、行方不明になった仲間たちの生死は誰も気にかけてくれない。その通りです。しかしライオンと魔女がおとなしくしているでしょうか。ねえ魔女、私たちは仲間を探してるの。戦わずに引き下がるなら見逃してくれる？人間の肉など食べない。先に来た人間たちは遥か昔にナンパ船の中に入るのを見た。ここに用がないなら消えてくれ。神殿の入り口に人間の血がつくのは虫ずが走るからだ。驚きだ、魔物と交渉できるなんて。リビア、聞いたでしょ、仲間たちはあの船の中に入っていったって。どうして私の名前を。いつも会うたびに名前を叫んでたでしょう。王宮勇士リビア、教皇の命を受け。望みは何だ。そんなのないよ、早く行って。私はアスランと話があるから。行こう。見逃してあげたし、少しは感謝してくれるかな。まさか人間たちっすよ。何の用だ。ねえアスラン、私もアルア様の雷を使いたいの。お前には無理だ。缶を手にしただけで感謝しろ。死にそうになったんだけどね、運よくアルア様の雷がドーンって現れて助かったの。でも次もうまくいくかどうか心配ね。な、アルア様の落雷を召喚しただと。それは本当か。半分正解半分外れ。現れたんだけど私が召喚したわけじゃないんだ。それなら缶が自分を守ったのだろう。お前が死んだら缶も永遠に行き場を失うかもしれないからな。気が進まない。缶が込められている器が弱すぎるな。え、お断りってこと。しかし弱いとすぐに死んでしまうだろう。教えてやろう、アルア様の落雷を召喚する方法。あ、ありがとう。で、どうすればいいの。強くなる。それだけ。意図していなかったとしても落雷が現れたのなら、その力を呼ぶ最低限の資格は備わっているのかもしれない。それを確認したければ守護の石像に行け。カゴに耐えられるだけお前が強くなったのか試せるだろう。その試験で生き残ることができたら、お前の体とカゴが少しは近づいているはずだ。そうすればお前が望む通りアルア様の落雷を召喚できるはずだ。神殿の入り口にある封印石の前で試験を受けたいと言えばいい。そうすれば道が開かれるはずだ。わかった。試験に合格してすぐ戻ってくるね。
Oh, there, right? Yeah. Okay, so let me deal with these first two. Check the... So that I don't have to deal with extra... extra backtrack.落雷を召喚するにはこの2つが必要だったっすね。攻撃した落雷よりは小さいけど、それでもすごい力数。あれ？ご主人様？体が動かない。魔力の流れが急に麻痺しちゃったみたい。やっぱりご主人様の肉体はまだ弱いっすね。いくら最強の技だとしても慎重に適切なタイミングで使うべきっす。うん、いつでもバンバン使える技じゃなさそうだね。準備するなら私の魔力も時間をかけて引き上げないと。それでも素敵っす。神の雷を扱えるようになったなんて。もちろんアルア様ほどの威力じゃないけど、えへへ。
鍛錬を続けろ。そうすれば落雷の本来の力に近づけるはずだ。アルア様の落雷は神々の艦の中で最も優秀な攻撃性を持つ。おお、じゃあアルア様は神の中で一番強いの？神によって属性が異なるだけで魔力の高さは皆同じもの。もしかして他の神も私に加護をくれたりするのかな？神々の考えは予測できない。アルア様、レインハード様。あ、そうだ、レインハード様の神殿はどこにあるか知ってる？え、どうして急に？ブラックジョーが言ってたでしょ、神じゃない限りアンナの病気は治せないって。まさかエイムハード様にアンナを治してってお願いしたらどうかな。アンナはエイムハード様の伝令だったでしょ。それかネックレスの力だけでもアンナのために使わせてほしいってお願いするの。いいアイディアだと思わない？いや、神にそんな個人的なことを頼んでも。そもそも眠っているエイムハードがアルアのように目覚めるって保証もないっすよ。それは実際に行ってみればわかるよ。アスラン、エイムハード様はどこにいるの？ライオンの攻撃。俺、しかしライオンたちは部外者を歓迎しないはずだ。主の泉を守る任務がある。いい考えだよ。奴隷になると辛いだけだからな。分かったよアスラン、エイムハード様の神殿は自分で何とかするね。言ったとしてもライオンたちを攻撃しないでくれ。彼らは俺の兄弟たちだ。それから頼みを一つ。頼み？何でも言って。この島に来た人間たちが何をしているのか監視してくれ。わかった。でも危険なことなんてあるかな。神殿に近づきさえしなきゃいいんだよね。やつは仲間を救うためにここまで来るほど優しいやつらでは。それに奴らが向かった難破船からは嫌な魔力が流れている。我自分で調べたいのだが、知っての通り我は神殿から離れられない。頼んだぞ。じゃあ私が難破船を調べてくるね。たちはアスランが言ってたナンパ船に向かってるよね。ご主人様も感じるでしょ、ナンパ船から流れてくる黒い魔力。ここでもわかるくらいっすよ。うん、この島に初めて来た時にも感じた魔力だね。勇士たちがここに来た理由とも関係しているかもしれないっす。それでアスランが警戒しているのかも。
Okay. Wait. Why? No. That's just to hop over, right? Hop over. Okay. That's making sure. その隊長を待っているところだ。リビア様、船の中は黒い魔力でいっぱいだ。どうして王宮の戦闘艦がここまで黒い魔力で汚染されたの？大丈夫ですか？この状況だと船の中を長時間探索するのは無理ね。やっぱり船の中に黒い魔力の石があるみたいだね。クロモ、何か不吉だな。幸い無駄骨じゃなかったけど、調査中にジェイドの分隊が通り過ぎた後を見つけたの。我々がすぐに侵入します。黒い魔力なんて精神力で乗り越えてみせます。落ち着いて。黒い魔力にやられたら戦い合うことになるかもしれないから。しかし、ひとまず対策を練ってから入った方が。やっほー、困ってるみたいだね。何をしに来たの？まさか戦うつもり？ううん、私もナンパ船に用があってね。入り口にあった残骸もあんたたちが片付けてくれたから入りやすそうだね。待って魔女、ここに入るなら私たちの仲間の居場所を確認してくれない？リビア様、魔女に頼むつもりですか？我々は勇士です。冷静に判断して。ここまで来て手ぶらで帰るつもり？私が頼みを聞く理由ってないよね。それなら取引して。黒い魔力を一部遮断できる装備だよ。あんたにも役立つはず。へえ、いいね。中で勇者を見つけたら教えてあげる。それからこれも私の指揮官の気象だよ。指揮官の気象同士が近づくと輝くの。指揮官の気象同士反応するとは、探しているのは上級勇士ってことっすね。ご主人様、上級勇士がやられるほど危険なものがナンパ船の中にあるっす。大丈夫大丈夫、私にはアルア様の落雷もあるんだよ。自信満々っすね。それじゃ出発。指揮官の気象まで預けるとは、一体何をお考えで？船の中は黒い魔力だけじゃなくて殺気に満ちてる。魔女は必ず戦闘を避けられないはずよ。魔女が船内の戦闘で疲れたら隙を狙って奇襲する。運が良ければそのまま倒れた魔女を回収できるはず。そうすれば行方不明者の捜索はもちろん、ナンパ船の危険も取り除いて魔女を捕獲した功績まで得られるのよ。なるほど、さすが隊長。リビア様の知恵に感服いたしました。Equip time. Alright, first off, that's for, no, so, recovery upon hit.
Okay. That's a special thing, okay. Okay, let's go. Meow. かけてるみたいっす。ふむ、何かから逃げるためとかすかね。あれは何？闇の勇士っす。闇の勇士？黒い魔力に支配された勇士たちのことっす。もう人間ではないっすね。そんな、助けてあげられないの？一度黒い魔力に汚された体を元に戻すのは不可能に近いっす。そもそもあいつらには黒い魔力から抜け出す意志すらないっす。力の誘惑に自らハマったはずっすから。もともとは普通の人間だったんだよね。じゃああいつらがこのドアを開ける鍵を持ってるのかな。どうすかね。見た目からして指揮官級が使っていた部屋っぽいっすけど、下級勇士が指揮官室の鍵を持っているとは思えないっす。部屋に入る方法を探してみよう。準備できたよ。え？するから。殺さないよ。本当か。ここでどうやって生き残ったの。補給品の腐りかけた食べ物でなんとか。いっそ死んだ方がマシなくらい辛かったよ。外には巨大なライオンがいるし、ここは島だし、誰も助けに来ないし。他にも生存者がいるの。どうだろうな。近くの箱の間から気配を感じはするけど。箱から？わかった。早く行って。リビアが待ってるよ。本当か？やっぱり助けが来てくれたんだ。
あの時の魔女か。ヘルメットをかぶってねえからか別人みたいだな。で、ここには何の用だ？誰かの手伝いをしてるの。っていうか、エダンの方こそここで何してるの？ここはかなり危険なんだよ。俺は調査することがあってな。君もリビアのように仲間を探してるの？リビア先輩もここに来てたのか。そんなに驚く？実は先輩に声をかけられてたんだが、個人的な用事があるから断ったんだけど、よりによって同じ場所に来るとは。じゃあ君もリビアを助ければいいじゃん、ついでにさ。それは難しいな。先輩と俺は探してるものが全然違うんだ。泉の戦争を当時に船に乗っていた乗船者の名簿を探してる。その中でも特に少年の志願兵の名簿が必要なんだ。でも王宮で名簿を紛失したせいで仕方なくここまで出てきた。幼い少年も戦争に参加してたってこと？泉の戦争って本当に残酷なんだね。それにしても、なんでその名簿が必要なの？かなり昔に勝手に戦争に志願して失踪した兄を探してるんだ。お兄さん、生きてるといいね。バカな兄の生死なんか知ったこっちゃねえ。兄の白骨でも服の切れ端でも探そうってだけだよ。母さんが毎日毎日泣きながら兄を探してる。それが1日2日ならまだしも、もう10年以上そんな感じだから俺がおかしくなりそうだよ。そうなんだ。でも君、リビア先輩のことはどうして知ってるんだ？すでに2人でやり合ったのか？助けているだと？うん、神殿に住んでる私の友達から勇士たちを監視するよう頼まれたんだけど、どういうわけかついでにリビアを助けることになったんだ。俺よりのんきなやつに会ったのは久しぶりだぜ。しかしリビア先輩、思い切ったな。勇士と魔女が合同調査なんて。でも気をつけた方がいい。ここでは何が起きてもおかしくないからな。どういうこと？リビア先輩は自分の甘さを何としてでも克服したがってる。そうじゃなくても同期のジャスティス先輩に随分先を行かれてかなり悩んでるみたいだったから、今度こそいざとなったら君を後ろから襲うかもしれねえぞ。うん、分かった。心配してくれてるんだよね。ありがとう。Shipwreck Gallery 6。もしリビアが俺の姿を見たら何を思うだろう。黒い魔力の誘惑に勝てなかった情けない勇士、身体強化を受けた。どこに使うんだろう。
No. Well, it's gonna be more of a puzzle now, huh? ある何かを警戒するためっすね。うん、ドアの向こうから黒い魔力を強く感じるよ。アスランが警戒していた魔力の根源地っすね。調べる必要があるさ。あのドアをどうやって開けよう。あ、さっき拾った砲弾を使えばいいんだ。I'm not joking. あいつだったね。船の外まで黒い魔力を吐き出してる闇の勇士。でもどうしてこんなにたくさん黒い魔力の石があるの？これだけ大量にあると勇士たちがどこかに使うつもりだったみたいっすね。でも見ての通りこの船で予期せぬことが起きたのでしょう。愚かな人間め、扱いきれないものに手を出した結果だぞ。あれ、また指揮官の気象が反応してる。装備の腐食具合から見て泉の戦争で死んだ指揮官みたいっすね。上の階にいるやつは勇士たちが探してる生存者かも。とにかくあいつから上の階の鍵を入手できるかもしれないっす。分かった。Thank you.
こいつがナンパ船のキャプテンだったか。はぁ、あ、急に何するの。ち、十分ダメージを負ってると思ったのに。裏切って奇襲。やっぱり勇士は信じちゃダメっすね。はぁ、あ、でもお前の行動の報いはすぐに受けることになるぞ。あ、闇の勇士がまた起き上がった。周りに黒い魔力の石があればずっと起き上がり続けるっすよ。ち、ここに長居するのは危険なのに。簡単に倒しちゃった。すでに闇の勇士はご主人様の攻撃でダメージを負っていたっす。でも仕方ないよね、早く終わらせよう。いいえ、その必要はないっす。勝手に終わるっすよ。抜け出すべきだったのに。苦しみながら闇の勇士になるがいい。助けてあげよう。この人が闇の勇士になるのはちょっとね。アスランにも頼まれたでしょ、これ以上危険な勇士は作れないよ。地球のやつが闇の勇士になるのは確かに困るっすね。でしょ、早く連れて出よう。勇士ってめちゃくちゃずるいね。すまない、お前がこんなに強いとは。あんたたち見逃すのはこれが最後だよ。次は絶対容赦しないから。上の階の鍵がかかっている部屋も調べるっすか。うん、そこまで調べたらアスランも安心するはずだよ。出て行け。あ、喋った。闇の勇士にどうして理性が残ってるんだ。下の階で戦ったやつより黒い魔力がはるかに強いよ。これが本物っす。多分アスランが警戒していたのはこいつっすよ。オッケー、どれどれ。キバだよ、出てこーい。苦しい。私の番だよ。どれどれ。ここから出て行け。生きてた方がいいの。もうこの力には慣れたよ。お呼びですか。皆殺しだ。
呼びですか？どれどれ？敵を囲い込んで！悔やまれる。準備できたよ。下の階に黒い魔力の石があるっすから。でも強い衝撃を受けたので最初のように暴れることはできないはずっす。そっか、じゃあこれで調査終了。起きた？もう奇襲はしないんだね。リビア、最後の一撃をお願いね。ジェイドよね。いや、あれ、どうしてこんな姿に。あんたは強かったでしょ、ジェイド。闇の魔力なんかに。違う、俺は弱かった。自分を信じきれなかったのさ。一体何があったの、ジェイド。俺は教皇様の祝福に頼った弱いやつだ。教皇の祝福？祝福を授かってから俺の成長は止まってしまった。あの日から頭の中を埋め尽くすおかしな声。でもやり直すことはできなかった。日が経つにつれ怖くなってきたんだ。そして難破船にさすらう黒い魔力と遭遇した瞬間、俺は自分自身を完全に失った。嘘だった。違う、まだ遅くない。私と一緒に帰ろう。早く教皇様に。リビア、お前も分かっているだろう。元の姿に戻っても俺を待っているのは廃棄処分だけだ。殉職したことにしてくれ。友達としての。ジェイド、すまない。最後にお前に見せる姿がこんなざまで。このまま諦めるの？あんたは仲間を殺したくなくて自分で鍵をかけたんでしょ。まだ理性を失ってないから可能性があるはずよ。だから諦めないで、お願い。リビア、ジェイド、一緒に帰れないなら私が帰って方法を探してみる。いや、その必要はない。俺にはもう何の未練もないから。滑稽だが、あの魔女のおかげで俺を苦しめていた黒い魔力が少し落ち着いた。黒い魔力は俺の中で絶えず怒りの感情を燃やし、俺でも今は嘘のように怒りが消えて目の前にお前の姿が。
に夢のようだ。永遠に続く闇の中で光を見つけたような気持ちだよ。ついに黒い魔力から解放される。するなんて。リビア、大丈夫？隊長、どこですか？隊長、ご無事ですか？捜索は終了。ゼイドの身元を確認した。え？この怪物がジェイド様？まさかそんな、何かの間違いですよ。そう。間違ってるのよ。ジェイド様、とても素敵な方だったのに。こんな悲惨な結末を見るために俺たちはここまで来たのか。教皇様にはまだ報告はしない。事実を隠蔽しようということですか？隠蔽って？私たちは休暇中なの。正式な任務じゃないでしょ。報告すれば他の部隊員たちで調査団が組まれるかもしれない。もう少し具体的な調査が必要よ。ジェイドは簡単に黒い魔力の誘惑に引っかかるやつじゃないから。ジェイドが言っていた危険な要素、それを調べないと。我々もお供します。義理堅いんだね。ありがとう。それからあの魔女、さっきの戦闘でかなり疲れてるはずよ。ついあんたたちは先に撤収して魔女を油断させるのよ。私はその隙を狙って魔女を捕らえるから。でも我々を助けてくれたのに二度も裏切るのは少し。あの子は魔女だってことを忘れないで。あ、考えが足りませんでした。ではここで撤収いたします。了解。私は魔女に最後のお礼を伝えてから行く。はい、今度は何を企んでるんだ？リビア、私その友達のせいでめちゃくちゃ疲れたよ。ここまで手伝ってあげたのに、まさかまた私を攻撃するつもりじゃないよね。ふん。本気で戦う気？どうして自分の腕に傷を？これくらいやらないと、あんたを逃がしたって信じてもらえないでしょ。あんなずるいことしたのに。あれは恥ずべきことをしたと思ってる。あんたを罠にはめることしか考えてなかったから。でもあんたが本当にジェイドを見つけてくるとは思わなかったの。本当に感謝してる。ファイベリーって言ったよね。名前くらいは覚えてあげる。勇士は随分気まぐれな存在っすね。あ、ブラックじゃん。ごめんね、長いしすぎたよね。早く出よう。エイムハード神殿に行く前に計画を聞いたら、あ
ね。心配事が増えなきゃいいっすけど。エイムハード神殿には危険な封印が多い上に、神が個人的な頼みを聞いてくれるとも思えないっすから。本気で心を込めてお願いしたらどうかな。本気で言ってるんすか。それにエイムハードがアルアのように目覚めるって保証もないっすよ。もうそれはとりあえず泉に行って考えてみようよ。希望があるなら何でも試してみなきゃ。This is my end up here for time being. Till next time. Yay. Thank you.